皆さん、こんにちは。Tカントチャンネルへようこそ。本日は、緊急事態宣言期間中、まん延防止等重点措置期間中の鉄道バス旅についてご案内いたします。新型コロナウイルスの緊急事態宣言が出ております。これは内閣官房のサイトを引用しております。まん延防止重点措置も出ておりますので、全部ね、緊急事態宣言、まん延防止措置はね、8月31日までなのでね。はい。バス旅、鉄道旅につきましては、今の時期、8月31日まで、一人乗車券シリーズ第3弾が終了後、Tカンタ鉄道バス旅チャンネルの投稿を休止いたします。ご了承ください。第3弾は、7月末までに撮影をしておりますので、まん延防止措置等は出ておりません。その代わりにですね、ゲーム動画を別のサブチャンネル、Tカンタゲームチャンネルにて投稿する予定です。お楽しみに。皆さんでね、このコロナ禍を乗り越え、明るい未来を目指しましょう。ということで、ご視聴ありがとうございました。